どうも、毎日クリスです。ウェバード、コンペイの道のり、パート6。ということで、もう結構買いましたよね。6ですから。で、今どれぐらい種類が集まってるかと言いますと、まず袋、これが1種類しか持ってないですね。で、文鳥、これが3色で、あとピンクでコンプリートです。オカメインコ、これ1色ですね。で、なんとオウムはですね、4色コンプリートしました。そしてスズメが2色ということで、まだ持ってないやつあるんですけども、今回もね、その持ってないの狙って開けていきたいと思います。じゃあ1個目、女の子用。さあ一発目は何が当たるでしょうか。こちら全然出ないじゃん。でもこれ多分フレーバードだな。フエバードって横幅あるんで、なかなか箱が出ないですよ。恥ずかしがり屋さんなんですね、フエバードはね。こちら、お、ほら、フクロウですね。でもね、残念ながら全く同じ色のフクロウ持ってるんですよ。じゃあ女の子よ。いや、幸先がいいですね。こちら、アニマルシーソーですね。これマジで何、アライグマ？聞いてみたいよね、この動物何ですかって。コリスの人に。3個目、男の子用。いやー、持ってないの1個は当てたいけどな。こちら、お、来た、ブー星人の変な色のやつ。めちゃくちゃペンキで塗ったみたいなね、絵の具ベタ塗りですみたいなね。4個目、男の子用。もうそろそろちょっともう一体ぐらい欲しいですけどね。こちら、お、来た、来たけどなんよね。これで3色ぐらい揃っててダブルならわかるんですけど、いやーマジかー。次5個目ですね、男の子用。これ12個今回買ったんですけど、いろんなコンビニ回って買ったやつです。いろいろね、一気にそのこの店舗で12個っていうわけではないです。ということで、こちらフォークリフトですね。はい、男の子用。こちら、あ、フエバードじゃないこれ。恥ずかしがり屋さんだ、出てこないもん。全然違うやん。ハンギョマンですね。あと今オレンジ色も出ますから、それもちょこちょこ集めてるんですけど。ということで、こちら、フエバードじゃねこれ。ほい、お、来た来た来た、おお来た、やった。さっきね、あのフクロウがダブっちゃったんですよ。一色しかまだ持ってなくて。で、なんと持ってない黄色来ましたよ。いやー、これは嬉しい。次、男の子よ。いやー、見事に確保した、よかった。これだからめちゃくちゃ潰れてたんだけど誰だサーチした子いや、すごいなこれ、潰し具合がもう半端じゃないよこれ、ほらすごいねこれ、ベッドみたいになってるもんねいやー、こちら、はい、車スタンプですね。はい、次、男の子よ。これも潰れてますねイオンで買ったんですけど、イオンのやつはね、すごい潰れてました。ということで、こちら。ほい。お、来た！これは？あー、オウムか！もうこれは4色全部揃っちゃってるんで、ダブリっすね。いや、ちょっと今のところ、フクロウだけなんだけど、やばい。男の子よ。いやー、ちょっと、もう1体ぐらい欲しいけどな、持ってないの。こちら、あー、車スタンプか、男の子よ。いやー、頼む、あと1体、あと1体でいい。持ってない色のフエバード来てくれ。こちら、あー、おーい、やった、来た。今文鳥かと思ったんですけど、これヒヨコですね。いやー、出ましたねヒヨコ、やったね。
ということで、ラスト、男の子よ。いや、これでまた持ってないの出たらすごいけどね。こちら、コマーということで、今回パート6でなんとですね、持ってない色の袋と新しい造形、ひよこを当てることができました。ということで、新たに2種類が加わることによって、13種類集まりました。全部で6種類で4色の24種類なので、残り11種類ですね。ということで次回ですね、パート7でお会いしましょう。ということで本日はこんな感じで終わりにしたいと思います。